札幌の百合ヶ原公園で札幌市の百合ヶ原公園で札幌の百合ヶ原公園で一年間に十回以上その季節に見ごろを迎える花の映像とともにニュースに登場する札幌市北区の百合ヶ原公園場所は JR 学園都市線百合ヶ原駅から徒歩五分現在音室では ソウやエゾヤマザクラなど春の花が展示されていて一足早いお花見気分を味わうことができますが実はこの百合ヶ原公園面積はヘクタール札幌ドーム5個分もの巨大公園でさまざまな楽しみ方ができるんです結構公園内人そしてあちら。 お散歩されてる方もいらっしゃいます。2> 週2回ぐらいですかね。慢歩計で1万は行かないですね。7千7千8千ぐらいですね。気分転換になりますね。多い年では約50万人。50万人ですか、ね。はい。運動不足解消。え、その他にもあの今ではインスタグラムでえ、あの花のバエ写真などを撮られてる方もたくさんいらっしゃいますので。 菊池アナウンサーが案内してもらったのが今月24日に春の営業を開始する世界の庭園4つの国の庭園を一気に回ることができますは、こういう感じですかへー本当舞台みたいな感じですねはい、水舞台になりますこちらは池に張り出した舞台を中心に広がる日本庭園 梅や紅葉など四季折々違った風景を楽しむことができますこれ結構すごくないですかこれ一気に中国の雰囲気が中国のそうなんですこちらが新方園になりますね新方園中国の斬新なところがちょっと出ているかなと、はい、思います札幌の姉妹都市新陽市の協力で作られたこちらの庭園 まるで中国映画の世界コスプレをして写真を撮りに来る人も多いそうです三国志のヒーローロにななったような気がしま百合ヶ原公園は今から42年前1979年に昭和天皇の在位50周年を祝う記念事業の一環で整備が始まりました1986年には 札幌花と緑の博覧会が開催されおよそ147万人が来園世界の庭園や園内を走るリリートレインはこの時に誕生しました開園当時からずっとあるのがこちらのサイロサイロのもとには青紫色のムスカリやチューリップの花が咲く公園内でも人気のスポットです こちらの公園がですね、はい、実はもともと落納地帯だったものですから、はい、それを象徴するものとしてこちらのサイロこのまま残してありますかつてこのサイロがある場所で父親が酪農を営んでいた中西俊一さんは今も公園の隣で暮らしています札幌の都市化になってきてるからそれでしたらあ 市長のいう公園に協力しようやとおやじがねいやこ,こへ移ったけどもやっぱり懐かしいさよろ見えるところを楽しんでいた札幌の歴史を感じることもできる百合ヶ原公園育てられている植物は6400種類にも上りますこれれどのように管理されてるんですか4つのボランティアグループの皆さんにお手伝いを頂い,いて管理をしております。 ボランティアはミモザ、クローバー、ローズヒップ、ガイドの4つのチームに分かれ現在はおよそ40人が活動していますこれから初めて植物を育てたいという方も多く参加してくださっています花は見るだけではなくその場で買うこともこの時期のおすすめは色鮮やかなビオラに春一番に咲くクリスマスローズ 公園に咲いているお花をこちらで同じようなのがないか探しに来られたり育て方とかですねいろいろ聞かれたりはしますねでもやっぱり河野さん土屋さんは花より団子ですよねそんな方におすすめなのが百合ヶ原公園名物百合根どら焼き北海道産の百合根が入った白あんに蜂蜜風味のしっとりとした皮が絶品です さらに百合ヶ花公園の目の前に来月、新たなスイーツのお店が誕生ソフトクリーム専門店をオープンさせるのは札幌市東区にあるル・パティシエ・フルタ店内には200種類ものスイーツがずらりパティシエの古田義和さんは 札幌スイーツコンペティションなどで数々の賞を受賞してきましたそんな実力派パティシエが今回タッグを組むのが長沼町でアイスクリームを製造する長沼アイス古田さんが5年かけて考案したレシピをもとにソフトクリームの原料を作っています長沼近郊で朝朝絞ったもののがそのまま朝 のの口に入ってきますので、低温殺菌で68度30分という形にすると牛乳の味そのままあの生かせるということで生乳100%のソフトクリームにメープル味のコーンは相性抜群自慢のソフトクリームが完成しましたあのすす。ごい滑らかですめちゃめちゃ滑らかで、はい、思ったような味になってます さらに店舗にもこだわりが完全なトラック野郎ですね。二号店は今流行りのキッチンカースタイルオープンは来月二十五日の予定ですゆりヶ原公園に遊びにいらっしゃった方々にぜひあの一度食べていただきたいなとソフトクリームは気軽に来れるお店だと思うのでまあ本当に広くいろんな方ぜひ来ていただけたら本当に幸せですね